先ほどはザカフルの1万2000点の上がりとなりまして、はい、最初の、はい、ドラ表示が出るようになった。あ、そうですね、多分見えなくて、うんうん、多分この曲だけ、うんうん、あ、広がって、はい、編集ワタボの優しさですね。優しさ。2曲連続パーソーか。あ、でも表示範囲が小さそうってことですか。表示が小さそう、うん、あ、ドラ表示が小さそうって感じですね。パーソーがドラですね、うん、すいません、すいません、さっきもパーソーだったんですね。確かに、2曲連続パーソーがドラですね。ハイパイ悪いですね。イーサカプロですか。うん、うん、悪い。ただトップ上に立ったんでね、うん、そうですね、点数がかなり平たくなりまして、そうですね、夏目の初さんも22,600点ということで、松石プロの手が一番まとまってるし打点もあるというところですね。確かにメンツもあって四連携の形もあると、うん、そっか、どうですかね、戦えそうな手配は、うん、現状結構厳しいですね。初さんがまあいけるかなみたいなところがですけど、うん、ドラがそうですね、うん、まだ手配の中には松石プロしか持たれてないので、うん、今後誰が引いてくるかもすごくポイントになりそうです、うんうん、うわー、あー、強い、これはいいですね、うん、最終形がどうなるかが気になるというか、そこを意識しながら手作りするようになりますね、これで。なるほど、これいけばどういった意図で松石プロは2ピンですか、はい、あ、うん、やっぱり2ピン引きを見て受けてますよね。その2ピンを引いた時にまだ一応ヘッドレスなんで、はい、その2面ターツ 1,2,3,4,5 のサブローピンの2面ターツプラス、はい、そこで頭ができても嬉しいっていう形になるので、ここは2ピンを残したいところですね。なるほど、もう手拍子で2ピン打っちゃうと、もし2ピン引いた時に観音ピンになっちゃう、うん、あ、今教えてくれてますね、観音ピン、観音ピン引いた時の1ピンだよっていうのを、あ、ありがとうございます。ちょっと分かってくれたみたいで、はい、そうですね。ただまあ難しいですね、その例えば次に、まあ、ローピンとかパーピンとかウーピンとかですね、まあ、ウーピン引くとおそらくイーピンを素直に切ると思うんですけど、そうした時にその孤立牌の中では強い3層とこの形のイーピンの比較っていう風になると、うん、どっちがいいかっていうのはなかなか難しいところですね。なるほど、ピンズの形が仮に3,4,5,6,7のヤングパーピンの形になったとしても、うん、イーピンを、まあ、そうなるとほぼイーピンだとは思うんですけど、なるほど、うん、ただまあ一応2ピン引いた時にイースーチイーピン大ノベタンの形は嬉しいんで、はい、うん、まあ、3層がそもそもそんなに生きてないと考えるんだったら3層を切ってもいい、そういう格好になってくるんですね。そうですね、はい、まあ、数層とかリャンゾとか引いた時に、はい、そのローピン先引きの場合ですね、3,4,5,6,7 の3面ちゃん系っていうのはジャントを作る形としても優秀っていうのもあるんで、うんうん、そういう意味で言うと、まあ、いいピン切りの方がやっぱり入り的にはいいです、うん、そうですね、そう、ここで2ピン引いて2面立つが出て9番の統一落としを選択となりました、うん、そうですね、なかなかいい感じに進んできましたね。9番統一落としも3000度みたいなのかな、3万引いて3増切り、あ、そうですね、あ、うん、そうですね、とても嬉しくない3万引きなんですけど、まあ、でもこれは一旦ね、例えば関数は残りの天杯なんかになったとしても、うん、そこから変化もしやすいので、そうですね、単要変化もあるし、うんうん、とりあえずはこう受けるのが、まあ、順当ですね。順当ですね。三坂プロみたいな手の時にね、これはもう後手引き確定みたいな配置なんで、そうですね、はい、だからここをどう受けていくかっていうのが、どうしようかなって多分考えてますよね。だからこれが、ね、素直にいくと9番なんでしょうけど、あんま素直じゃないと思いますね、多分、うんうん、9番もあんまりなんかなっていう感じでちょっと調光してますね。これは9番は一応対面のに対しては現物だからなんですかね。でもそれはペイがあんこだからそんなに考えない、うん、どういう意図なんでしょうね。ですね、ローピンを選択されました、うん、これは意図は難しい、拾いづらいですけど、どうだったんですか。まあ、これはどういう思考だったんですかね。やっぱ流派中が重なった時ぐらいじゃないと戦えないし、うん、そうなった時にもしかしたら本一もちょっとあるかなみたいなところもあるんでしょうね。そうでしょうね、バンズの本一まで育てばっていう感じで、うんうんうん、守備意識はね、多分そこまでめちゃくちゃ強く持ってるとかではないと思うんですよ、うんうんうん、松石プロが2枚引いて2面ターツ、うんうん、そうですね。でここで考えるのが観浪ピンが残った時にどうなのかっていうところなんですよ、うん、で観浪ピンが残った時にその仮点とかがそれほど価値があるように思えないっていうところで G ピンを払いましたね。なるほど、
だったらそのウッパーワンノベ探偵のそのテンパイっていうのを逃したくない。うん、仮にカンロピンを採用するってなると、うん、もう素直にパワーワン切るとかっていうですね、形で、うん、リアワンサマンの縦引きを引いた時に、なるほど、今のは行って進んだ先で加工した上でね、はい、単純なテンパイをする可能性で言うんだったら、うん、あのパワーワンを切った方が広かったとは思うんですけれど、うん、その最終形容良さと定役っていうところでチーピンの方を切りましたね、うん、なるほど、うん、3ピン引きましたね、うん、3ピン引きましたねこれ先制でテンパイが入れば具形でも負けるという可能性はあるはあると思うんですよ。それでも怖い、それでも怖いな、700ゴールでいいかなって気になりそう、そこの時に。確かに確かに、700は800ゴールなんでね。カズさんがウーマンを引いてちょっと考えてますね。ウーマンは一応9万が親弦なんで、うん、つもぎっときますか一応。うん、そう言いましたね。これね、一応2差しも見るんで、スーワン・リャンワンだったらね、採用したかったと思ってると思うんですけど、ウーワンって実に微妙な牌ですね。差し子にはなんないですよ、ね。差し子は難しいんで。かなり、スーゾー引いて、チーゾー引いて、パーソー引いてみたいなことしないといけないし、スーピン引いて、ウーピン引いてみたいな、ちょっといろいろ。この後、スーワン引いた場合は採用の可能性がありますけどね。うん、このスーピンは残しますかね。そうですね、これ残してリャンワンじゃないですか。うん。うん、例えばリーチ EP 校になったりしたら、うん、その時は勝負してもいいかな。勝負しそうですね。ケンケンさんも、そうですね、結構進んでますね。ケンケンさんもまとまってますね、2面2面完全インシャンテン、完全インシャンテン。打点はそれほどないものの、これね、もう点数状況がかなり平らになってきたので、はい、その上茶の三坂プロが次のローピンとかもしつもぎったりすると、はい、チー点を取る可能性までありますね。あ、なるほど。あ、ケンケンさん9ピン振り点なのか。ああ、なるほどね、うん、あ、じゃあガゼンチーなおのことチーしそう。もう前の時の形は覚えてないですけど、4巡目のローピンでチーっていう選択ももしかしたらあったのかな。あ、これでパーピン打つか。これパーピン切るか。6チッパーには結構結局っていう感じなんで、6チッパーはほぼですもんね。うん、なりようがないんで、ね、チーソー引いて一旦数万切ってそう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 みたいな、ちょっと非効率なことしないで、ね、そうそうそう、夢物語を入れないと無理なんで、うんうん、ちょっとドリーマーかなって気がしますね。僕に今パーピン打った時に数万を先に打っておいて、うんうん、あ、まあそれはあるですね。それはありますね。これに対してちょっとパーピン切りやすいと思うんですよね。だからこう打つっていうことは、そのポンテンも辞さずっていう可能性はありますね。なるほど、うん、また得意のトンがまだ生きてますよ、三坂選手。そうですね、うん、トンが生きてきて、トンだのみの男っていやいや、でかいですよ、ダブトンは。一切れとはいえね、残す同じ一切れの選択だったら、あ、ここでダローペで形を完全に決めましたね。決めましたね、うん、球団の安全度で、うん、いい回良さそうですね、うん、これはいいと思います。松石プロは全然ね、変わらないですね。何してるんですかね。うん、正解なし。三層か、三層を重ねてた時だけか最長インシャンテンまで来ましたと、一品積もう。少しオカルトの話になっちゃうかもしれないですけど、はい、先ほどの松石プロがトンで、うん、まあ、結果仕方なかったとは思うんですけど、うん、精神的な面で、うん、ダブトンドラドラで4戦オールでっていうことで、なんか前向きにいけないとかそういうのってあるんですかね。いや、あるかもしれないですね、うん、ケンケンさんここでシャー残しはいいですね。あ、そうですね、そうですね、リャンワンを固定しましたね。いや、やっぱそのいくらなんかデジタルだとかそういう風なのがあったとしても、やっぱ心理ゲームなんでね、麻雀って、うん、そういうのはね、やっぱ多少なりとも出ますよ。ただ、まあ、リャンパーは大のベタンでリーチですね。あ、そうですね。いや、僕なんかすごくそれを考えてしまうんでですね。いや、考えますよ、全局のことですね。その親番の先生リーチとかは、まあ、僕はリーチなんてその相手の心理を試すようなところがあると思うんで、うん、自分の 手形だけではやっぱりやらないですよね。そうですよね。そこはまあ面白い部分ですね。そうですね、うん、やっぱメンタル要素も重要という。いや、かなり、うん、メンタルの勝負みたいなところありますけどね。相手の心を折るゲームだと思ってますから。トーニーで、とある漫画で。トーニーで得意の兆候してますね。得意の兆候、トーニーでの。うん、
トーン引いてね、こうなるとちょっとやる気を持っていきたいですね。ちょっとやる気持っていきたいんですけどね。三層嘘って払うっていう手もあったんですよね。全然あると思いますね。ただ、うっぱっ層がね、ちょっとね、地層が早く切ってるとはいえ、地層ドラ表なんで、全然固定するところなんで。いや、もうそれは固定するところなんですよ。うん、ただまあ、うっぱっ層だったとして、パー層でだったらいいんじゃないみたいなところもある、あ、嘘だったらいいんじゃないっていうところもあって。結構6、7、8、8のウッパスはなさそうなんですよね。あの、地図を切ってるから。そう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 。なんで、嘘で当たった時にはドラが1枚もない可能性が非常に高い。6、7、7、8、9じゃなければね。うん、そうですね。うん。それぐらいかな。いやらしいのは。6、7、8、9でも地図はもっと先に切るもんな。ちょっと、うん、ちょっとまあ違和感を感じる。多分、トーンは泣いて数ピン切るんでしょうね。ああ、へえ。うん、これは3層からいってそう。で、嘘勝負とか。嘘勝負の形でね。うん、嘘は、まあ、割と行きやすいかなとか思ってそう。ちなみに根拠はあるんですか、嘘行きやすい理由。まあ、その小さな切りで。だから、補充した時も打点がそれほどでもないっていう。うん、うん。積もりますね。うん。積もりますね。マドラーは、山を積もって、マドラーは何だったみたいですね。うん。うん、リーズもドラ1の戦利戦。一発も、そうですね、あ、一発、うん、あ、一発か、ね、一発もになりましたね。これもでかいですね。上がりになりました。でかいですね。結局ね、やっぱそのウッパワン残しが相当生きたっていうことになりますね。そうですね、あの時カンローピンをそうしてたらリャンウーピンリーチになってますもんね。確かに。そうですね、うん、リャンウーピンは悪くなさそうとは言えない。悪くなさそうですけどね、うん、結果的には良かったという形ですね、うん、そうですね。その松の方は2、3、5、6、7、8っていう形で、はい、どうも8も打たず、スーワンヒーティーも3連チャンで、はい、見事、山を積もっての、そうですね、最終形を良くするっていう意識がよく働いた一局だったと思いますね、松井さんの。そうですね。ありがとうございます。